GS の特徴と、はい、こういう型番ですみたいなのを説明してもらいながら、カー2種類あって、公式がスピードは上がりやすいと思います。そうですね。それでちょっと検証動画、はい、ということで今日は練習会があったんで、大井さんと一緒にお疲れ様でした。で、いろんな動画撮らせてもらったんですけど、はい、大井さんが持ってるグローブを紹介させてもらおうと思います。はい、お願いします。ちょっと今日はあれですね、練習会兼、はい、ちょっと GS の話もあったんで、他のメーカーを今日ちょっと持ってきてないんですけど、4つ。で、結構その大井さんのチャンネルで見てる方もいると思うんですけど、はい、もしかしたら見てない人がいる可能性もあるんで、そうですね。GS の特徴と、はい、こういう型番ですみたいなのを説明してもらいながらグローブ紹介してもらいたいと思います。はい、はい、チャンネル登録よろしくね。ということで、じゃあ1つ目、はい、お願いします。一応 GS では先に言っとくと、公式用と軟式仕様があります。軟式仕様、はい、軟式用ってわけじゃないんですけど、もともと公式用だったのを軟式風にアレンジしてっていうのはありますね。はい、はい、っていうのも前提に聞いてもらって、はい、で今ここで分けてます、はい、公式軟式仕様草野球のライト層は、はい、僕結構視聴者さん多いんですけど、公式用と軟式用、軟式仕様、はい、この軟式仕様が意外とどういうことって思う人おると思うんで、はい、じゃあ軟式仕様ってどう違うんですか？結構メーカーさんによって違うと思うんですけど、はい、うちは革が公式、はい、芯材が柔らかい軟式で、軟式の芯材の方がコストが低いんですよ。っていうので軟式仕様って呼ばせてもらってます。気持ち値段も若干低くなりながら、はい、でも革は公式用と一緒っていうことで、革2種類あって、2種類ある、はい、公式がもちもち系のしっとり系、はい、で軟式がさらっと仕上がってる軽量系なので、ちょっと違います、使ってる革のあれが。でもこれはもう好みのところですね。プロ野球選手でも軟式を使う人もいるって聞くんで、グローブの型番とか、はい、大井さんの使い方とか、はい、そういうところもちょっと聞いていきたいと思うんで、はい、はい、じゃあまずグローブ紹介、じゃあこっちからいきましょう。はい、はい、これはですね、ちょっと前の動画で喋らせてもらったんですけど、はい、内野手で今 GS60% を占めてる売り上げ、当てはさみ型、はい、前の動画で、はい、5ミリアップしましたっていう話したと思うんですけど、ぶっちゃけ5ミリアップで感覚はどうですか？変わりました？感覚は楽ができるようになりました。守備の5ミリの差ってやっぱでかいですか？でかいですね、自分はめちゃくちゃ。とはノーマルだと 27.8センチ、5ミリアップだと 28.2 センチになるんですけど、守備がうまくなりたかったらノーマルを使った方がいいと思うんですよ。ちょっとちっちゃめではい、やっぱり腰を落とさないといけない、楽できないけど、今自分草野球になって土曜日試合があるんですけど、昔ほど練習できなくなってきて、もうちょっとやっぱりグローブにも頼っていこうかなっていうので大きくしました。けど水野といったら9よりもちっちゃいんで、はい、多分普通の人がはめたら普通がちょいちっちゃぐらい、ちょっとちっちゃめって思う人ももしかしたらおるかもしれないですね。はい、じゃあ使い方は変わらずで、この大井さんって結構オレンジとか、はい、奇抜な色を使ってるイメージがあんまないんですけど、このオレンジにしてる理由とかってあるんですか？は、結構自分もやっぱりお店ではめてとか、片付けも持ち込みとかもやってきて、オレンジ赤オレが一番その平均値が高いというか、片付けしてて外れがないというかっていうのを結構感じてて、これ結構どこのメーカーでもそうだと思うんですけど、やっぱりまだここ数年出てきたブロンド系とか、白ピンク水色とかって革の多分もう在庫が少ないんで、安定して入ってくる確率は低いんですよ。となってくると、やっぱオレンジとか赤オレとかが安定するかなっていうのは、間違いないというか、その失敗が少ないのはオレンジかと思ってます。はい、確かにオレンジのイメージはあります、やっぱり。そうですよね。はい、じゃあこれ1つ目、はい、はい、じゃあ2つ目お願いします。2つ目、これはですね、ちょっとサンプルで、ちょっとこの後帰ってからイベントがあるんですけど、そこでちょっと使おうと思ってたゴリラ型です。ゴリラ型、はい、これで動画でも見たことあるんですけど、はい、サイズ的にはどうですか？ちょっとちっちゃめになるんですか？やっぱり 27.5 なので、これの2ミリカットです。でもそこまで高学年とかが使う、高学年から中学1、2年生で土手は狭いので、当てはさみのノーマルと比べると結構差が出ます。まあ、これちょっとゴミラップですけど、多分もっとシュッとするんで、閉じやすくはなりますね。これはやっぱ手の大きさとかが関係してて、土手狭くしてる。そうです、そうです。これ今日練習会来てくれた子を使ってましたけど、めっちゃ取りやすいですって言ってました。キャッチボールしてる。なるほど。ちょっとでも指太いんですよ。指太いとどう変わるんですか？ちょっと重さが出ちゃうとか、自分は結構スタイリッシュな方が好きなので、これとかも、あともうちょっとちゃいますね、やっぱり。そうなんですよ。これが2つ目。はい。じゃあここから軟式用になっていくんですけど、はい。はい。こちらがですね、今うちのチェーンボンズのチームミットを貸している軟式仕様キャッチャーミット横型のブラックグレーイエローです。ブラックグレーイエロー。はい。これなかなか草野球向けのカラーとかですよね。そうですね。はい。で僕も軟式用のキャッチミットを何回か使わせてもらったんですけど、めっちゃ僕自身は小ぶりでめっちゃ取りやすいなっていう印象はあったんですけど、こだわりポイントがあるんですか？こだわりポイントは、ピッチャーとキャッチャーとファーストに関してはもう多いゴリスポ意見ではなく、インスタのストーリーでどんなグローブがいいですかと、キャッチャーミットどういうのがいいですかって時に多かった票を集めて職人さんに渡して上がってきた。視聴者さんの意見が入ったミット。そうですね。なんなら多いゴリスポの意見はほぼゼロっていう。ほぼゼロ、はい。その意見が多かったのは大体どんな感じなんですか？3つぐらいでいうと、もう横、待ち薄め、ちょい浅め、ちょい浅め、それが使いやすいっていうので、みんなが詰まったミットとかですね。そうですね。周りが詰まったミット、はい。これ1個おすすめ言っていいですか？はい。補給面はやっぱりグレーとかよりも安定してる革、要は黒とかの方がいいです。逆だと多分外してたなっていう感じです。ああ、なるほど。これワンポイントだと思います。だからオーダーする方はやっぱその辺もちょっと考えて配色を決めた方がいい。そうですね、はい。失敗多分皆さんしたくないと思うので、はい。誰だけよろしくね。じゃあ最後、はい。こちらはですね、新作ですら入荷してないんですけど、はい、ノーホール型のサンプル。これでもむちゃくちゃかっこいい。そうですね。ピッチャーの方は結構これがですね、意見が多かったらしくて、でゴリスポの方で作りたいということで作ったピッチャーですね。デザイン的にもむちゃくちゃかっこいい。そうですね。で小指2本使用推奨でやってます。推奨で、はい。小指2本の方が最大限にメリットは出るかなっていう。はい。特徴はもう投げる専用って言っても過言ではないぐらい力が入るんですよ。うん、なのでちょっとフィールディングは慣れが必要かもしれないんですけど、はい、その投げ線、投げるだけに特化してる形だと自分は思ってるんで、スピードは上がりやすいと思います。そうですね。それでちょっと検証動画、はい、後からちょっと分かんないですけど、はい、これ面白い結果出たんで皆さん楽しみにしててください、はい。で僕もこれ使わせてもらったんですけど、屈曲がめちゃくちゃしやすいです。僕手ちっちゃいんで、ここは多分取れないんですよ。取れないというか取りにくいんですよ。だから多分バントシールとかは慣れが必要です。野手か野手が使うと、ハマるはハマるんですけど、フライとかやったらまあまあ、ああそうですね、はい。ここで取れる。いやでもね、これね流行りそう。そうっすかね。草野球とかでもやっぱり映えるんで、これから店舗別注とかが作られていくっていう。そうですね。定番も、定番も、はい。学生対応だけになっちゃうんですけど、定番とまあオーダーと、あとお店さんが店舗別注かけてくれたら出てくるよって感じですね。これはね、はい、ちょっとかっこいいっすわ。そうですね。めちゃくちゃ。でもなんか投手用グローブってやっぱ差別化するところがやっぱ内野手とかよりも少ないじゃないですか。色であったりとかも、はい。まあ、ウェブとかぐらいしかないんで、形自体がみんなとちょっと違うっていうのはありかなと思います。そうですね。はい。チャンネル登録よろしくね。ということで、たくさん型番とかまだまだあると思うんですけど、今回大阪に持ってきていただいたのは、はい、全部で1、2、3、4つということで、これから秋にかけて GS グローブの取り扱い店舗さんが増えるっていうことなので、はい、皆さんの県にも GS を触れる機会が多くなるかもしれないので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、1個だけいいですか？はい。カタログができました、新しいのが。で一昨日ぐらいから配布してるんで、はい、気になる方は大井かゴリスポに DM お願いします。それは無料配布。無料配布で、はい。なんで皆さんぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。はい、ということで今回の動画は以上です。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お気に入り。ありがとうございました。草野球ワンチャンネル。